大丈夫かな、大丈夫かな、怖くないよ、怖いね。はい、じゃあ爪切りますね。伸びてますね、だいぶ。そう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 、大丈夫、大丈夫、大丈夫。だいぶ伸びてます、ね。怖くない、怖くない。ちょっとチョキチョキするね。ちょっとギリギリのところで切りますね、すごい伸びてるから、はい、でもし出血したら止めますんでね、はい、ちょっと伸びすぎ、これはあのさ、お家でもし爪切りができないんだったらここまで伸びる前に来てください、はい、爪だけ切りますんで、これはね、伸びすぎです。これでさ、ババーンってこう怖いことがあったりしてさ、蹴ったりして、ちょっと指が折れることあるからさ、指が折れる、爪が折れたりとかね、根元で、ここまで長いのはちょっと危険だよね。なんか臭すかね。まあこれよく見るとね、ここまで血管が大体来てそうなんで、そのあまりギリギリは出血したんで、これくらいでね、切っちゃうんですけどね。まあでもお家でなかなかうさぎさん切るの難しいからさ、爪切りだけで見えるから結構多いですよ。はい。よし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 。あ、そうか、それとラキサトもちょっと舐めるかどうかやってみようかな。チョキチョキしてるからね。もう少しだよ。もう少しだよ。よしよしよし。さあ、出血してないのかな。大丈夫、もうちょっと、もうちょっとでおしまい、もうちょっとでおしまい。それか、睾丸も。よしよしよし。体に比較するとね、睾丸は大きいんですよ、さぎさん。繁殖能力が高い。で、まあ、右と左と大きさが一緒がいいですね。違ってくるとちょっとよろしく。はい、OK です。じゃあ、こちらに。はい。しっかりとして。こちらで見てもらっていいですか、うん、私のこの右の方にしてください、はい、歯があるから歯の横からちょっと中に入れてあげて、はい、猫好きな子はこうやってやっても食べるけど好きではない猫、ね、でも中に入れたら食べてくれます、うん、あでもそうか、どれぐらい入れるの、そう、あの 3cc ぐらい、うん、だけどこれやる前にさ、スポイドトレーニングした方がいいよ。あこの今日さ、注射器1本出しますんで、はい、水でいいからさ、ちょっとしてもらえますか、はい、これができないとこれできないですよ、多分、はい、だから本当、まあちょっとね、まず最初 0.5cc、はい、で、こう真ん中がちょっとモグモグするんですよね、はい、でここでちょっと入れてあげて、これぐらいの中まで入れるんですけどね、うん、やってみます、ただね、いきなりこれやると嫌がっちゃうから、うん、ちょっとそのやり方をお話します、はい、この子はこんなオフィスブラシングね、ネットブラシをお願いします。目ま、あれだね、びっくりしてる、目がすごい開いちゃって、ね、目が開いたっていうのはあの瞬膜が興奮して出てきた、興奮しちゃったんだ、ね、ネイルカットとコンディショナーの手術、ブラッシングはやらせてくれるんですか、おうちで。いや、あの2人がかりで。あ、そうなの、はい、私の話をちょっとしようか。まあでも、うさぎさんもっと抜けるけど、じゃあごめんなさい、もう一回カバンを、すみません、狭いんで申し訳ないです、はい、カバンをじゃあ今度置いてください。ちょっと待ってね、ラボちゃん、ちょっと待ってね、悩む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 
じゃあ、この子はもう入れていきますから。で、ちょっと、はい、リスタートして。